回のタイトルは、カルダノプロトコルを投資ファンドに統合する取り組みが進行中です。ぜひ最後までお付き合いください。アルゼンチンでは単一の投資商品に様々なプロトコルを統合することを目的として、カルダノネットワークに基づくプロトコルが開発されています。これはメイズプロトコルと呼ばれるもので、さらに詳しく知るために、スペイン版コインテレグラフはこの取り組みの背後にいるディエゴ・マック氏に話を聞きました。私たちが最初に調査したかったのはプロジェクトの誕生でした。これはディファイでこれまで行われてきたものとは異なるものを実現するという意図で、3人のアルゼンチン人の創意工夫から生まれましたとマック氏は説明しました。彼らはカルダノエコシステムで開発されたプロトコルを単一のポイントまたは投資ファンドにまとめる目的でメイズと呼ばれるプロジェクトを開発しています。この意味でカルダノは SP500 のコンセプトを取り入れていると同氏はコメントしました。メイズプロトコルによって開発される最初の製品はカルダノインデックスと呼ばれるものです。これは SP500 が米国証券取引所に上場している500社をまとめているのと同じように、カルダノインデックスはカルダノエコシステムの最も代表的な20から30社のプロトコルで構成されています。会話の中で同氏は、投資家には原則として株式市場に参加する方法が2つあると述べました。1つ目は投資家が選んだ企業の株式を直接購入する方法で、もう一つはもう少し保守的ですが SP500 インデックスに直接投資する方法です。これらの選択のそれぞれは各投資家の責任ですが、現在完全に開発中のこのカルダノインデックスの作成に伴い、投資家は一種の投資プールであるインデックスに参加するかどうかの決定も行う必要があります。あるいは逆に各自の決定に従ってカルダノエコシステムの特定のプロトコルに参加し続けることもできます。プロジェクトの構成について、このアイデアは現在カルダノで開発されている主要なプロトコルをグループ化する金融商品の作成を目指しています。これにより投資家は単一の手段で全てのプロトコルに参加することができます。マック氏はこのプロジェクトには3つの段階があり、最初はカルダノインデックスの作成であるとの説明をしました。第1段階は現在進行中であり、まさにカルダノインデックスに必要なスマートコントラクトを開発することにあります。このスマートコントラクトにはいくつかの主要なカルダノプロトコル、リキッド、ミューズリースワップ、メルド、アーダ、ミンスワップ、WMT が含まれます。分散型金融に基づいているため、プロジェクトの開発者は保管権がなく 100% パーミッションレス、つまり使用するのに許可が必要ないとなります。プロジェクト開発の第2段階は、どのユーザーでも自分にとって最適と思われるインデックスを生成できる能力に基づいています。これはメイズプロトコルが 100% パーミッションレスになるように設計されているからこそ可能になります。具体的には、例えばユーザーが分散型取引所のネイティブトークンを使ってプロトコル内でファンドを作りたい場合、そうすることで自分が作ったこの投資のエクスポージャーをかぶることができます。ただしこのインデックスの作成はカルダノインデックスとは独立したものとなります。この場合ユーザーはファンドマネージャーという従来の金融ではごく一部の人にしかできない役割を担うことになります。このためにはユーザーがプロトコルと同じ名前を持つプロトコルのネイティブトークンメイズを所有している必要があります。この取り組みによりメイズプロトコルのユーザーが必要と考えるインデックスを作成することを奨励し、プロトコル内の多様化を目指します。マック氏はさらに、このメイズプロトコルのネイティブトークンはガバナンストークンではなくユーティリティトークンになることを明らかにしました。そしてプロトコルのガバナンスに使われることは事実ですが、プロトコルが提供する機能を利用するためのユーティリティが主な機能であることを説明しました。あらゆるファンドを作るために提案されているプロセスはシンプルで、まずメイズトークンを持ち、それをステーキングにかけることでユーザーはそのインデックスのファンドマネージャーに変身します。プロトコル開発の第3段階はインデックスを他のブロックチェーンに持っていくこと、つまりクロスチェーンにすることで、スマートコントラクトとブリッジの使用によりユーザーはイーサリアム、ポルカドット、アルゴランドネットワーク、メイズプロトコルが到達したいブロックチェーンの一部を上げることができます。つまりメイズプロトコルの第3バージョンではカルダノに流動性をもたらすと同時に、他のブロックチェーンからのユーザーを引きつけることを目的としています。例えばイーサリアムのユーザーはカルダノの専門家でなくてもカルダノのエコシステムに触れることができ、
自分の選んだブロックチェーンから全ての操作を行うことができるようにすることを目的としています。この開発の対象者はカルダノエコシステムで、プロジェクトの第1段階および第2段階ではカルダノネットワークのユーザーだけがメイズプロトコルと対話できるようになる予定です。しかしマック氏は2024年または2025年までにロードマップに応じてプロジェクトの第3段階が開始され、そこでは異なるブロックチェーンを接続するブリッジを通じて示されたように参加がよりオープンになると述べています。ウォレットの互換性。このプロトコルは主要なカルダノウォレットと互換性があり、ネットワークをサポートするどのウォレットでもメイズプロトコルにアクセスできるため、ファンドマネージャーや開発中のカルダノインデックスに参加したい場合はトークンを取得できることもあり、重要なユーザー層であるとしています。メイズの今後の予定。マック氏はこのプロジェクトは 100% 南米のものであり、カルダノにないものを与えることになったと述べ、ファンドマネージャーとして活動したり、主要なカルダノの十分に分散されたファンドに投資できるという新たな可能性が得られたと語りました。将来的には他のブロックチェーンのユーザーがカルダノにアプローチするためのツールになる可能性すらあると考察しています。同様に MVP をローンチする予定だといいます。 MVP とは製品開発やビジネス開発で使われる概念で、市場に投入してその実現性を検証し、顧客からのフィードバックを得るための最も基本的でシンプルなバージョンの製品やサービスを指します。これは今年の8月から9月の間に計画されており、同時にプロトコルのための現在の開発における初期投資は自己資金であり、これにより業界におけるある程度の自立性が確保されていることを明らかにしました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。